こんにちは。テレビ体操の時間です。リズム感覚を高めることで動きにメリハリがつき、身のこなしも良くなります。音楽を楽しみながら体を動かしましょう。今日一緒に体操するのは、原川愛です。舘野伶奈です。清水咲です。ピアノ幅しげみさんです。まずはその場足踏みで体をほぐしましょう。はい。さあ、音楽に合わせながら腕を上に伸ばして曲げて、繰り返します。さあ、腕も大きく振りながら運動を進めましょう。腕を上に伸ばして曲げて、足の弾みに合わせて上体を前に足を叩きましょう。はい。さあ、起こしながら叩きます。もう一度前に、それではリズム体操です。大きく伸びをしましょう。息をいっぱいに吸って吐きましょう。腕と足を曲げて伸ばします。曲げて伸ばして曲げて、体をねじりましょう。首も一緒に、反対側も同じように、ウエストからぎゅっとねじります。体の横を伸ばしましょう。上の方に伸ばしながら、反対側も同じように、首を回します。反対回しです。上体の力を抜いて少し大きく、ぐるっと片方の足を踏み出しながら腕を大きく回します。横へ2歩、反対側も同じように、踏み出した足に体重を乗せてから戻します。繰り返しましょう。さあ、手を叩きながら横に、音楽に合わせて手を叩きましょう。バランスをとります。足を後ろに、反対の足を後ろに、前に歩きます。今度は横に、元の位置に戻りましょう。もう一度前です。ここ気をつけながら後ろに、深呼吸。息をいっぱいに吸って吐きましょう。リズム体操はいかがでしたか？これからも笑顔で楽しく体操を続けましょう。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。